本日は第一に人材投資と文教分野のあり方について議論します。人材への投資や教育の質の向上は労働生産性を上げ、成長と分配の好循環を加速させる上で重要であります。民間議員からも大学改革を中心にご意見をいただきます。関係大臣におかれては民間議員の意見も踏まえ議論を深めていただきたいと思います。第2に地方創生と社会資本整備の在り方について議論を行いました。民間議員からは TPP、PFI の推進や土地利用の再生を通じて地域の生産性が上がる社会資本整備を実現していくことが大切であるとの意見がありました。 TPP、PFI については石原大臣が中心となって実行していただくとともに、土地利用の再生については官房長官及び関係大臣が連携し速やかに成果を上げていただくようお願いします。